僕はですね、交流施設っていう形でアーティストとして入っていって、一つの施設での方々と何かするっていう形ではなくて、今回のこのタンフェスに関わってくださっている施設をとりあえず全て回って、で他にも僕の興味が湧いた施設の方に、今回の交流施設じゃないところにも回らせてもらって、計およそ20施設ぐらいを、この2015年の秋からこのターンフェスまでにかけて回ってきて、その日の出来事をですね、僕はライフワークでデイリーライフっていうものを作っていて、このターンフェスの会場の中に散りばめてあるんですね。で僕がこういろんな施設を回ってきた、旅を追体験するような形で、集めてもらって、最後その僕のこう旅がこうアーカイブされている本を持ち帰ってもらう、ターンフェスに、向けて用意してきたっていう。やっぱり自分の中にある常識みたいなものが、その施設の方々だったり、そこの日常ですよねと出会うことで、自分の日常っていうのはこう客体化されていくというか、また変わって見えてくるっていうことがやっぱりあって、その連続がこの、18日間抜粋してるんですけど、その18日間ってそういうことの連続だったわけですね。それはまさにこう自分の持ってる日常っていう繰り返しの中で、そういう瞬間ですよね、自分の常識が揺らいだりとか、もう一回そこについて考える機会を、リサーチって形で施設に入りながら日々感じてきたと。で、その常識が揺らぐみたいな感覚をターンするっていうことだとしたら、そのターンする経験というのが僕の日常の中にこう織り込まれていってるっていう意味では、そういう出会いだったり気づきとか揺らぎっていうものを持ち続けるターンする日常っていうのは、誰にとっても必要なものなんじゃないかなっていう、問題提起でもあるわけです。ターンっていう言葉だとやっぱり名詞なんですよね。名詞、つまり概念として名詞なので、アートみたいな、美術みたいな、ターンみたいな、でアールブリュットみたいな、いろいろ障害とアートにまつわる名詞がたくさんある中で、ターンを名詞として捉えてしまうとやっぱジャンルになっちゃいますよね。一つのでターンとは 何なのかってなっちゃうけど、僕は他のこう概念とは違うくて、もっと動詞的にターンを捉えた方がいいのかなと。ターンするとか、その揺らぐとか、揺らぎに行くとか、そういう動詞で自分の実体験を持ったある種の行為なんだと。それを象徴する言葉として、ターン象徴する動詞としてですね、ターンとかだから今回ターンするっていう方が僕の中ではすっきりしたんですけど、そういう風に捉えてみることによって、この言葉で表すのってなんだろうって、やや不毛なやり取りがちょっと収まっていくのかなっていう気もするんですよね。東京都美術館っていう場所で、タウンフェスが行われて、僕も一参加アーティストなんですけど、やっぱりこのターンっていうものはここから始まるんだろうなと思っているし、美術館の中だけで体現されるものでは決してないと思うんですね。でもそれがこういう形でこう、全部がこう詰め込まれている空間っていうことにはなったんですけど、これをいかに本当に実社会に中にこのその常識が揺らいだりっていう感覚とか、そういうふうに、揺らぎ合えるチャンスみたいなもの、これは僕がずっと地域の中でアートプロジェクトを10年間やってきて、作ろうと目指してきたものなので、それとこの今回のさまざまな出会いっていうものが、もっとこうアートプロジェクトとこう障害だったり福祉だったりという現場の持っている言葉とかが、あと経験ですねっていうものがつなぎ合って、また本当に実社会にどういうことができるのかっていうことを、始めていくこう幕開けみたいなものとして、僕は今回のターンフェスは捉えてて、途中経過みたいな形で僕は自分のやったことを捉えてるんですけど、